続きまして、長嶺綾香役土屋太鳳さんお願いしますあ。ありがとうございます。<laughs> <laughs> えー、長嶺じ…長か綾香を演じました土屋太鳳です、えー。この伝説の横浜の、うん、伝説のこの <laughs> 横浜の地でこの素晴らしい方々とご一緒していることが本当に幸せです。あのー… 夢のような撮影でしたいよいよその世界が皆さんにお届けできるのだと思うともう嬉しくて震えますあのどうかゆっくり堪能して帰ってください本日はよろしくお願いいたしますアブデカシリーズに参加されたという感想そして周囲からの反響いかがでしたでしょうかまず土屋さんお願いします もう一回お願いしますアブデカシリーズ、はい、もうさっき伝説のっておっしゃってましたけど、はい、アブデカシリーズに参加したっていうそのまず思いはどうでしたかいやもう本当に私の家族も本当にアブデカが大好きなので、えー、本当に、あのー、今でも信じられないぐらい嬉しさでいっぱいですしあの初めてまずタチさんと京編さんにお会いしたのが。 あの撮影の前のお祓いのおいというのがあるんですけどお祓いの時にお二人がスーツを着ていらしたんですよね。でその立ち姿を見てもうかっこよすぎてなんかも目から鱗がボロボロ落ちました <laughs> はいそれでな何がこんなにかっこいいんだろうって,って姿勢なのかなってすごいいろいろ考えたんですけどなんかよくあの 宇宙に行った人はその地球の輝きを見てすごく驚くと、うん、綺麗でそんな気持ちですそんな気持ちそういう感じです <laughs> はい共感しますね <laughs> 皆さんね <laughs> <laughs> それが <laughs> 分かってくれるかな <laughs>